やっぱり泳げなくなった原因は、小さい頃プールで溺れちゃったから。それもプールサイドを歩いていたらつるんって滑っちゃって、そのまま水の中にぽちゃんと。あーでも泳ぐこと自体は嫌いじゃないよ。ただ浮き輪がないとダメなだけで。やっぱり泳げなくなった原因は、小さい頃プールで溺れちゃったから。それもプールサイドを歩いていたらつるんって滑っちゃって、そのまま水の中にぽちゃんと。あーでも泳ぐこと自体は嫌いじゃないよ。ただ浮き輪がないとダメなだけで。もしかしてちょっとは泳げるようになったかも。これは今なら沈まずに10メートルは泳げる気がする。八千代さんに浮き輪を使ってたらいつまでも泳げないって言われたんだけど、確かにその通りだよね。うん、でもやっぱり勇気が。鶴乃ちゃんが泳ぎを教えてくれたことがあったんだけど、バシャーンからの手をグイーって足をバシャーって感じで難しくて。フェリシアちゃんに捕まって一緒に泳いだらすごかったの。もう泳ぐとかそういうのじゃなくて、私しがみつくのが精一杯で。いい感じ。この調子で泳ぎの方もうまくならないかな。泳ごうとするとどうしても力が入っちゃうの。それで体が動かせなくなって溺れちゃって、まずはリラックスからかな。そろそろ息継ぎもできるようになったかな。ずっとタイミングがわからなくて、いつもはパッと顔を上げると口に水が入っちゃったんだけど、今ならタイミングわかるような気がするの。今浮き輪に空気入れたところ。とりあえずこれで OK かな。よし、いつでもいいよ。私頑張ってバタ足するからね。鶴乃ちゃんとフェリシアちゃんもう海で泳いでる。私も頑張って泳いでみようかなとは思うけど、今日はやめとこうかな。今日のお昼はどうしようかな。そうめんにしようかな。冷麦にしようかな。え？違うよ、別物だよ。太さが違うんだから。夏の夕方って独特の味わいがあるっていうか、すごく盛り上がったパーティーが終わっていく寂しさみたいなのがあるよね。暑くて寝苦しい夜はまず寝やすい室温にすることが大事なんだって。あーでも冷やしすぎには気をつけてね。毎年そうなんだけど、夏ってなんだかあっという間に終わっちゃう感じがして、だから毎日いっぱい夏を楽しまないとね。浮き輪は持って行ってもいいですよね。もし海とかプールで魔女と戦うことになったら、私何もできなくなるのでお願いします。準備は万全だよ。予備の浮き輪も持ってきてるから
もしなくしたり穴が開いちゃったりしてもすぐに用意できるの。海を眺めているのはすごく好き。波の音にだんだんと包み込まれるような気分になって、心がとっても落ち着くんだよね。あ、この日焼け止め、八千代さんに教えてもらったんだけど、すごく肌に馴染んでいい感じだよ。モデルさんだからよく知ってるのかな。みんなで一緒に水着を買いに行って、いろいろと迷ったんだけど、結局一番最初に可愛いと思った水着を買っちゃった。夏の香りってあるよね。海やプールもそうなんだけど、私はやっぱり蚊取り線香の香りかな。あれですっごく夏を感じるの。泳ぎはダメでも頑張るから。一応泳ぎ切れたかな。泳ぎの方もどうにかならないかな。コツコツやっていかないとね。準備は。みんなと海に来て一緒に遊んで疲れて眠っちゃって、こんな一日をいつかウイたちと一緒に過ごせたらとっても素敵だな。みんなと海に来て一緒に遊んで疲れて眠っちゃって、こんな一日をいつかウイたちと一緒に過ごせたらとっても素敵だな。